大石田町は山形県の北東にある人口約7000人の町。北村山郡に属する唯一の自治体。町の東部、もがみ川の流域に発展した町で、役場や中心商店街も河川のすぐそばにある。町の西南の端に葉山がある。かつてはもがみ川の周運で栄えた。演技式によると、多賀城と秋田城とを結ぶ街道沿いに、 野護駅という駅があったが、その場所は、長年、小花沢市を含む北村山郡内のいずれかでは、ないかと推定されていたが、詳しい場所はわからなかった。近年、町北部の最上川沿いにある、駒込立跡において、掘ったて柱建物の遺構群が発見され、発掘調査を行っている、山形県教育委員会では、この遺跡が野護駅であった可能性が高いとしている。 大石田の南には、御殿、春、三月瀬の最上川三南所があり、物資を安全に運ぶためには、大石田河口で陸揚げし、三南所を避けて陸路運ぶ方が、リスクが少なく、確実であった。旬で上流部に運ぶ場合でも、三南所があるため、酒田港からの大型の川船はここまでしか入れず、三南所を越えるために、小型の船に積み替える必要があり、 いずれにしても大石田河口に船をつけなければならなかった。そのため、大石田は、もがみ川の港としては、最大の物資の集積地として繁栄した。天領であり、大石田川船役所が置かれた。その輸送路は、山形県、村山地方や大玉地方のみならず、大宇山脈を越えて、仙台藩にまで至り、仙台城下に、上方の物資をもたらした。一方、 もがみ川の対岸にあたる横山と田沢は新城藩の飛び地であった。新城藩の立藩から幕末まで一貫して新城藩領であり横山藩所が置かれた。隣接する小花沢市との合併が協議されて新氏名募をし、花笠市という名前まで決まっていたが2005年2月13日に 大石田町で行われた住民投票の結果、合併反対が多数だったため合併を断念し、2005年3月31日、合併協議会も解散した。大石田第一中学校と亀井田中学校との統合中学校が実施され、2010年4月1日に大石田町立大石田中学校として開校となった。旧大石田高校の解体作業が終了している。 大石台機構内最もよりの空港は東根市にある山形空港である。ありがとうございます。